激闘の超時空トーナメント、襲来する国威の戦士たち。さあ残り15タック、各所激闘が盛り上がる。よし、準備運動終わりっと。ったく、さっき言ったろ、オラたちには他にやることがあるんだけどな。ただまあ、オラもおめえとはいつかちゃんと戦いてえと思ってたんだ。俺だって逃げてばっかじゃいられねえ。よし、行くか。行ってー。あったたたたたたた。よし。チームは会場に戻るよ。あれ、戻ってきちまったんか。俺たちだけらしいな。やりましたね、ヤムチャさん。妖精は俺が捕まえた。感謝しろよな。お、おめえらも戻ってきたんか。おい、もう一人のオラ、また絶対続きやろうな。あ、おお、あいつらもか。だけど他の連中どこ行ったんだ。妖精は3匹いた。ということはあとは負けたということか。負けたチームには消えてもらいましたよ。お、どういうことだ。彼らの存在していた時空ごと消滅したということです。何？アイオス様の大いなる使命のためです。さあ早々に2回戦を。本当に時空を、大勢の人々を消し去ってしまうなんて。アイオスはどこだ。時の巻物は返してもらう。はぁ、な、何が始まったんだ。相変わらずせっかちだな。やれるものならやってみろ。すさまじい火だ。あのマントのやつ早いぞ。それにお前も気づいたか、やつの動き。あれはまるで、
面白い力を身につけたな、トランクス。だが、あなたは。技が止まった。二人とも素晴らしい力だね。ただ場外乱闘はここまでだよ。あいつは先代の時の海王神です。時の海王神様。申し遅れたね。僕はこの大会の主催者アイオス、時空の先帝者さ。からワクワクして参加したんだけど、こりゃ普通の大会じゃなかったみてえだ。あのアイオスってやつも黒い服のやつらもとんでもなく強そうだぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ時を超えた